5番キャッチャー広瀬美優、ユニフォームナンバー10。高知大野市高校の得点はありません。一回の裏、すぐに着きます。愛知県東海高知県代表、高知県立高知大学高校の選手は、ピッチャー、有馬となるか、キャッチャー、広瀬美優、ファースト、高橋真美、セカンド、矢野志音、サード、二宮蓮華、ショート、明治美波、レフト、南風花、センター、田村知事、ライト、浜田葵。東海学園高校の攻撃は1番センター藤原奈美、ユニフォームナンバー6。高原優衣、ユニフォームナンバー27。ユニフォームナンバー10。Thank you.
スバーピッカー、ことに、日本ナンバー、す。Thank you.
仕事せんか仕事せんか仕事せんか何しゃいよあっ楽しんだコーチ建設、コーチ大学高等学校の攻撃は5番サード、梅村蓮太、梅橋ナンバー27ライト、浜田葵、ユニフォームナンバー1
番目は愛知県東海学園高校の攻撃は6番ファースト友野彩美、ユニフォームナンバー2。セカンド、木原海斗、ユニフォームナンバー5。レフト、井上美希、ユニフォームナンバー26。Let's go.
回の裏、愛知県東海学園高校の得点はありません。3回の表、高知県高知県立高知大学高校の攻撃は8番ファースト高橋真美、ユニフォームナンバー16。センター田村寿司ユニフォームナンバー25。3回の表、高知県高知県立高知浪江内高校の得点はありません。
3回の裏、愛知県東海学園高校の攻撃は、9番、センター、森岡真奈、日本ナンバー51。センター、藤原奈美。
5番 TP 徳本彩乃。3回の裏、愛知県東海学園高校の得点は2点です。4回の表、高知県高知県立高知丸の内高校の攻撃は2番、京都陽次2番です。今度ピッチャー森本なるか、5番、キャッチャー、広田美優。4回の表、高知県高知県立高知丸の内高校の得点はありません。
東海の裏、愛知県東海学園高校の攻撃は、6番、ファースト、トムのあやみ。7番、セカンド、栗原さやか。8番レフト井上美希。東海裏、愛知県東海学園高校の得点はありません。ただいまより3分間休憩タイムを取ります。会場にお越しの皆様も、こまめに水分補給をして、熱中症にご注意ください。両チームの皆さんはベンチにお入りください。連絡いたします。山崎運動公園健康運動広場新球場第2試合、愛知県代表海部高校と、失礼しました、愛媛県代表海部高校と兵庫県代表兵庫大学附属島野浦高校のキャプテンは50票5分を持ってバックネット裏までお越しください。名前には必ずフルバナーをつけてください。両チームの皆さんは、ベンチにお入りください。
待たせしました。ただいまより試合を再開いたします。高知丸の内高校の攻撃は5番サード今村蓮華、6番センター濱田葵、横田レギュラ
5回の表、高知県、高知県立、高知浪江高校の得点はありません。愛知県東海学園高校の攻撃は9番センター森岡真奈、失礼しました、9番ライト森岡真奈。1番センター藤原奈美。
開始。よいしょ。5番 QT 池本彩乃、東海学院高校の得点はありません。6回の表、高知県、高知県立、高知丸の内高校の攻撃は、9番、センター、田村富士。1番、セカンド、ヤネシオン。47高知県、高知県立、高知丸の内高校の得点はありません。DP 森田が、DP 横田が、守備の森松のところに入ります。
7番、指名選手、横田レイラーはピッチャーに入り、守備を固めます。攻撃は6番ファースト瀬戸のあやみです。ご注意ください。セカンドランナー2番アウト、23番イン。じゃあ森本戻します。じゃあ森本が現在戻して横田打ち上げ、横田も戻します。
愛知県東海学園高校の選手の交代をお知らせします。二塁ランナー友のやめに代わり代走丹野奥子ユニホームナンバー23高知県立高知丸の内高校の選手の交代をお知らせします。ピッチャーの横田玲也に代わりまして森本成佳ユニフォームナンバー18が入ります。井上美希はい、代打26番アウト代打26番アウト62番イン東海学園高校の選手の交代をお知らせします。8番井上美希に代わりまして井上美希ユニフォームナンバー62学園高校の選手の交代をお知らせします。9番森岡真奈に代わりまして代打鈴木佳穂ユニフォームナンバー24
球にご注意ください。障害学年クラブの選手の交代をお知らせします。先ほど代打で出場しました。鈴木真奈代わりまして、森岡真奈、ユニフォームナンバー51番号になります。創価学園高校の得点はありません。すみません、代打に出た62番がそのままレフトに入ります。代打62番そのままレフトに入ります。はい、代走に出ました23番に代わって2番が再出場します。これよろしいですね。はい、愛知県創価学園高校の選手の交代をお知らせします。先ほど代打で出場しました井上由美がそのままレフトに入ります。先ほど代打で出場しました坂東英子に代わりまして、友野彩美、ユニフォームナンバー2番が再出場します。高知県立高知マイナス高校の攻撃は3番 EP 森本丸か。
5番サード峰村蓮香。愛知県代表東海学園高校が勝ちました。ありがとうございました。またね。